行くぞ。奴の後をつけてきたのだ。その二人と言っても奴は倒せん。だが俺と貴様が組めば倒せる可能性が少しはある。確かに。しかしおめえが言ってどういう風の吹き回しだ。勘違いするんじゃない。貴様と組み、奴と奴の仲間二人とやらを片付けたら、もちろんその後は貴様をぶち倒して今度こそ世界をこの手にいただくつもりだ。ブルマ、レーダー貸してくれ。え？あ、はい。おめえ、キントーンの速さについてこれるか。ふざけるな。俺様のは貴様のような情けない武空術とは違うんだ。カカロット、貴様もう少し頭が切れると思っていたのだがな、身の程知らずとはこのことだ。ごちゃごちゃ言い合うのはそれぐらいにしておくんだな。カカロットよ、貴様を仲間にするのはもうやめにしたぞ。ただの足手まといになりそうなんでな。我が一族の恥だ。死んでしまえ。貴様らが死ぬ前にいいことを教えておいてやろう。俺の他に生き残った二人のサイヤ人はさらに戦闘力が上なんだぞ。サイヤ人の恐ろしさを今頃知ってももう遅いぞ。せっかくの忠告を聞かずに歯向かうような愚か者には死あるのみだ。プレゼントしてやるか。孫悟空、貴様新しいとっておきの技なんかないのか。すまねえな。チッ、手を抜きやがって。俺は真面目に修行して新開発したってのによ。本当か。ああ、だがこの技は火を貯めるのにやたら時間がかかる。貴様はその間やつと一人で戦って注意を引きつけろ。よし、固めてみっか。弱は捨ててやつ。それじゃもう戦えねえはずだ。ほらや、みんなを殺そうとするひでえやつは兄貴なんかじゃねえ。とっとと地球から出て行って二度とここへ来んな。ご飯はありだな。やはり貴様は一族の恥だな。一流の戦士とはこういうものだ。覚悟はいいか。まさか。何？魔眼光殺法！
貴様、チキシュウ、この俺がこんな奴らに。助かったぞピッコロ。おめえがやんなきゃオラがやられてた。ふん、二人まとめて死んでくれればよかったんだがな。貴様はどうせ仲間がドラゴンボールで生き返らせてしまうだろうが。ドラゴンボールだと？ああ、そいつに頼めばどんな望みだろうと可能になる。死人を生き返らせることだってな。クソったれ。 だがいいことを聞かせてもらったぜ。これまでの状況は全て遥か宇宙にいる俺の仲間二人に通信されている。この俺がやられたことを知って必ずここにやってくる。その二人は一体いつここに。1年、たった1年後だ。1年。さらに強い戦士が2人。今度こそ貴様らの勝てる可能性はゼロだ。1年の間にせいぜい楽しんでおくんだな。と行け、手合わせしてみっか。え、お父さんと。あ、自信持てよごはん。この短期間ですんげえ強くなったぞ。なあピッコロ。貴様の甘やかしがなかったらもっと強くなっていたと思うがな。そう言うなよ。おい、どこへ行くんだ。ひっ、よし行くぞごはん。よろしくお願いします。トン、やった、やった、やった、まだまだ、やった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 、すんげえ気が集まってる。もう始まっちまったんか。はあ、ヤムちゃん。お父さん、助かったぜ悟空。悟空、そうか、貴様がカカロットか。見ただけでわかる。すんげえパワーだな。悟空、
俺も行くぜ。数が多い。一気に片付けるぞ。お。チャオズ、天津飯に先ず食べさせてやってくれ。は、はん。ご、悟空。おめえの相手はオラだ。せいぜい楽しませてくれよ。なんだ、さっきよかも力が湧いてくる。ピッコロさ。ピッコロ、チェッバカめ、死ぬ順番が変わるだけだってのによ。一緒にここを離れるんだ。戦いに巻き込まれねえように。お父さん。ごはん、カメハウスにはブルマがいる。あいつに頼めばピッコロの体をしばらく保存できるはずだ。ヤムチャ、ごはんを任していいか。わかった、絶対死ぬなよ悟空。こいつなんで平気で歩いてやがるんだ。傷もない、体力も回復しているようだな。どうやら奴ら
厄介なものを持っているらしい。いいのか悟空、体を保存したところで。ああ、ドラゴンボールは永久になくなっちまった。そのことなんだけどさ、もしかしたらなんとかなるかも。どうにかできるのか。悟空と天津飯たちが合流する前に、あいつらピッコロのことをナメック星人って言ってたんだ。詳しいことは後で話すけど、今は。ああ、なんとしても勝たなきゃな。まとめて来ようが同じことだ。皆殺しにしてやる。な、無茶すんなよ。あ、いや、畜生。ヤムチャさんもいてくれたらな。チョウズはどこ行ったんだ。動けるようになったからって調子に乗るんじゃねえぞ。やはりな、カカロットの戦闘力が上昇して、どうやってあれほど動けるようになったかは分からない。サイヤ人は死から立ち直るたびに戦闘力を高めることができる。まさかそのことを知っていたのか。すまねえベジータ、助けてくれ。そいつはどうだ。なーに、動けないサイヤ人など必要ない。死ね。ってやつだ。自分の仲間まで殺しちまいやがった。それに今の力、俺たちではどうしようもない。すまねえなみんな。ほらあいつと一対一で戦してくれ。悟空、わかった。天津飯、早く行こう。悔しいけど俺たちじゃ役に立てそうにない。しかし。おい、場所を変えるぜ。好きにしろ、同じことだ。では、努力だけではどうやっても越えられぬ壁を見せてやろう。人は戦闘種族だ。やめるなよ。Yeah!
うなったら醜くて嫌だが、大猿に変身してぶっ潰してやる。大猿、何のことだ。しかしなぜだ、もうとっくに月が見えていてもいい時間だというのに。そうか、カカロット、貴様事前に月を消してやがったな。月とかサンとか、何わけわかんねえこと言ってんだ。してやったりってところだろうが、そうはいかんぞ。満月の代わりになるパワーボール、それさえ作れば変身はできる。まさか上様ができるとは思わなかったようだな。ここからだ、弾けてまだれ。どうなってやがんだ。大猿の化け物。でも下級戦士ならこの程度か。さっさと終わらせてやろう。この手で握りつぶしてやる。クリン、あそこだ。悟空、よく先祖なんて持っていたな。でも天さんが。クリリン、仲間は回復してやらないのか。いや、弱い奴は見捨てる気になったか。ようやくサイヤ人らしくなったじゃないか、カカロット。最後の先祖はオラが。回復もできないならこれで終わりだ。貴様もすぐに仲間の元に連れて行ってやる。何？ウサメ、
加減にしろ。ピッコロが死んでドラゴンボールもね、あったとしてもクリリンは二度と生き返られんだぞ。お前のことは謝っても許さねえ。二のほど知らずめ、髪の色が変わったところで貴様が俺にかなうはずがない。試してみるか。話し方まで変わりやがって、いちいち気に障る野郎だ。バカ。スーパーサイヤ人など、あれはくだらない言い伝えのはずだ。くそー、サイヤ人ナンバーワンはこの俺だ。スーパーサイヤ人になれるのは俺だけのはずなんだ。俺がまさか引き返すことになるとは。もう二度と地球に来るんじゃねえぞ。この屈辱は忘れんぞ。絶対にサイヤ人の壁をカカロット貴様を超えてやる。一緒に行けないのは残念だけど、必ずドラゴンボール見つけてピッコロさんたちを助けてね。ああ、約束だ。おい、逃げねえでくれよ。別に取って食うわけじゃねえんだから。なんだってね、あいつの仲間か。それがレーダーにあったナメクセのドラゴンボールか。思ってたよか、でけえな。こいつが狙いってことはやっぱり仲間か。仲間って何の話だ。やれ。シッ、フロッ、テラッ、トッ、チダッ。ハメハメ、ハァ、トン、うわ。
りだ。これで終わりだ。この数値は。フリーザを倒し、あとは貴様だけだ、カカロット。さっさとスーパーサイヤ人になりやがれ。どうだカカロット、俺もなることができたぞ。伝説のスーパーサイヤ人にな。そうか、おめえがナメック星人を。みんなを生き蹴らせるにはベジータを倒すしかねんか。さっさと貴様もスーパーサイヤ人になれ。この俺に殺されたくなければな。これがお望みなんだろう。そうだ、この姿で今の貴様を倒すことがな。俺は死ぬような思いを繰り返して戦闘力を高めることができた。それでは貴様に追いつくことはできなかった。しかし貴様ごときに打ち負かされた屈辱と自分の弱さに対する怒りによってスーパーサイヤ人になり、フリーザもこの手で倒すことができたのだ。感謝するぞカカロット。それだけ強くなってドラゴンボールを望む理由は何だ。罪のない人にナメック星人たちを殺しやがる。弱い者などこの宇宙に必要ない。そうは思わないか。なんなら貴様も俺の部下にしてやろうかカカロット。話にならねえな。ピチッどうだ。
スーパーサイヤ人になってもカカロットに勝てないのか。スーパーサイヤ人は激しい怒りと穏やかな心を持つ者がなれる。貴様が負けたのはその片方が欠けた半端なスーパーサイヤ人だからだ。それでまたとどめも刺さず見逃すのか。でもそれはお前に屈辱を与えるためじゃない。何？俺はいつでも相手になるぜ。強いやつと戦うのは好きだからな。カカロット、貴様もやはりサイヤ人だな。いいだろう、さらに強くなって必ず貴様を倒してみせる。こうして悟空とベジータの二度目の戦いは終わりを告げ、ナメック星を去るベジータを悟空は見届けた。そして悟空は願いを叶えて地球に戻り、仲間たちと再会を果たす。果たして孫悟空はどこまで強くなるのか。再び敵が現れてもきっとその限界を超えていくのだろう。